皆さんこんこにちはブレイクアウトセクションとしましてはいささか恐縮ですが皆さんの前でこういうふうにお話しできることを大変うれしく思っております私はインプラント周焉の外科資料について絞ってお話しさせてもらおうと思っておりますインプラント終のまで進行してしまいますと髭外科療法では十分な治癒の結果が得られません 外科、えー、療法は大きく3つに分類されます。1つはフラップを開けまして、えー、インプラントの表面にアクセスしましてそして除染するという方法アクセスフラップという方法になります。えー、次にです、ね、そこの周囲の骨を整形しましてそして便を根尖測に移動する歯、えー、肉切除という療法があります。さらに、えー、その周囲を 例えば、えー、人工骨を用いてあるいはメンブレンを用いて再生療法をするということがあります、えー、この3つがありますけれどもこの治療のゴールに関しましては、まあえー、ITI のトリートメントガイド8、えー、で、まあ、十分なエビデンスがないとしながらも炎症が招待しそして、えー、継続した骨の吸収がないこと出血を伴わない 5ミリ以上のポケットがないこと肺のや出血がないことさらには発症予防ができることというふうにされておりますまあこれらの実績のシステムレビューを見てみますとアクセスフラップから切除それから再生療法のそれぞれについて見たものであります基本的にはポケットが周囲のポケットが減少しそして周囲粘膜の 石工と。